皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。今回はですね、ホットウィールのフォルクスワーゲンビートル、はい、カブトムシくんですね。カブトムシのコンパクト、コンパクトキングス、コンパクトキングス、なんだろう、まあホリデーレーシング、この前回の動画で上げたこのホリデーレーシングシリーズと同じタイプですね。もう全く型は一緒だと思います。もう絵柄もね、こう見てもらうとね、もうほぼ一緒の感じです。はい、はい、じゃあ早速開けてみましょうね。はい、カッター踏んで、手を怪我しないように気をつけて開けましょうね。よいしょ。これこう、このまま切るよりね、ここをちょっと手を添えてこうやって切ると力が入りやすくてね、ボンとこんな風にならないでよくていいと思います、という大野のアドバイスでございます。ということで、ズーム2倍にドン。おい、わー、なんかね、ブルーのメタリックがすごいですよ。おお、ここちゃんとね、モールの部分シルバーに塗られて、フォルクスワーゲンのマークがねしっかりと入っておりますよ。すごいね、綺麗に表現されてます。すごいですよ。で、こう見てね、この角度が大体かっこいいですよ。はい、で、こう横がね、あ、よくね、古きよくアメ車とかにねありますように、ここの部分がね、なんか木目チックなね、うん、薄い木をね、ベニヤを貼ってたのかな、昔は。きっとね、プリントするというよりはここに薄いベニヤをね貼ってたんだと思います。まあ、なんていうんですか、ガードのために。で、これ見てはもらうと分かるんですけどね、後ろのタイヤのがかなりちょっと一回りでかいんで、こう実際はね、これ今まっすぐですけど、こうやると分かるんですけど、でこうやると分かりますよね、ヒップアップ、もう文字通りヒップ後ろが上がってる状態ですね。はい、で後ろ、はい、まあ、この辺はね、ホットウィールさんね、いつものようにこのテールランプを省略するという、わけわからんみたいなね、やめてーみたいな、いや、やめてーじゃなくて塗ってーみたいなね感じですよ。はい、ね、横はね、自社物件やない自社のね、ホットウィールっていうのがちゃんと印刷されてるにもかかわらず、はい、動物ではありません、ズーね、はい、英語の勉強でもございません。ということで、次に、こいつね、前回紹介した、サイケデリックなラブ2021、なんかね、ラブでね、サイケデリックな21年っていうのもちょっとこうあれみたいな、ちょっと若干の違和感を感じるのが多いのだけで、これね、どう見ても同じね型を使ってるんですよ。これを見てみましょう。はい、はい、あ、逆ですね、ごめんなさい、こっち向きですね、文字がね。で、家の方からちょっと見てみましょうか。型はね、こう見たら分かりますよね。ちょっとね、1988年にマテルが型を作ったよと、こっち側も1988年に、マテルが型を作ったよと表現されてますので、全く同じ型ですよということですね。はい、で、これ型をね、全く同じで、プリントだけが、上の前回の紹介したこっち今比べてるのと一緒でね。あ、けどね、なんか雰囲気が違うなと思ったらね、これホイールがね、わざわざ違うんですよ。ほら、こっちはね、ちょっとレーシングタイプのね、まあ、この当時からあったのかどうか知らないけど、アルミっぽいこう感じですよね。こっちはなんか鉄チンのね、ちょっと豪華版的なね。あ、なんかね、同じ型を使ってるんですけど、これもう好き好きですね。うん、よくできてますよ、これ。すごいすごい。
なんかね雰囲気違いますよだいぶ。でまあ両方ともね、後ろはテールはね逆にこうプリントも何もないんで、後ろはねただ色違いっていうイメージが強いですね。けど横から見た感じとかね、フロントから見た感じはねかなり雰囲気変わりますね。まあ思うのはね、赤系とかピンク系が好きだからね、特にこのサイケラね、ラブ2021はねかなりこういい感じですね。大好きですねこれ。いいんじゃない、はい、あ、わいいよいい。けどねブルーもこれこうねいい感じですよ、いい色で。皆さんどうですか、はい、あ。でねこれライトがほんとすごいね立体的なんですよね。だからねこれはこれでね、うん、普通のワーゲンを持ってても、まあ、コレクションにね加えてもらって全然いいと思いますよ。すごいいい、はい、という感じで今回の動画はこんな感じです。はい、皆様それでは、ごきげんよう。孤高のチャンネル。